海は広いな大きいな、月が昇るし日が沈む。こんにちは、タカです。今日は4月17日日曜日です。天気はご覧の通り最高に青空ですね。朝からいい天気でした。ただいまの時刻は11時半です。家にいたんですけどね、やっぱりこんないい天気なんでね、どっか出かけようと思ってとりあえず車で出てみました。昼前なんでね、もうそんなに遠くには行けないんで、どっか1時間ぐらいねドライブできたらなと思って、運転しています。それで、今日行ったところはこちら、広島県三原市にある須波海浜公園です。東広島市から1時間ぐらいで行けますね。あったかくなって天気もいいとね、ちょっとやっぱり海が見たくなりますよね。広島県はコロナ感染者が1000人をね超えてるのがまだ連日続いているので、あまり人混みにはね行きたくないなというふうには思ってます。なんでね、まあこの時期なんで海に行けばね、まあまだ人が少ないだろうと思ってね、海を眺めながらねのんびり過ごそうかなと思って行きました。ところがですよ、はい、ここを左のレーンに入って三原市街に向かいます。今編集しながら思ったんですけど、私の思いとしたらこの地図の下側、竹原市に出てそこから海沿いを通ろうと思ったんですよね。何か設定を間違えて三原市を通っていくようになりました。途中コンビニに寄って昼ご飯を買いました。ということでいきなり到着しました。駐車場ですけど、なんでこんなに車多いん、この時期に。須波海浜公園は2つの砂浜があります。右側に1箇所とこちら左側にもう1箇所あります。まずは右側に行ってみます。おー、砂浜ですね。懐かしいね。もう何年ぶりじゃろここに来たの。海の水もねすごく透き通って綺麗ですね。もうちょっと近くまで行ってみましょうかね。おー、夏は気持ちよさそうだねこれ。続いて左側の砂浜です。なーに、こっちいっぱい人おるじゃん。なんで？調べてみたら、この日はグルメストリートっていうイベントやっていましたね。なので人がこんなにね集まってて、店もねずらーっとこう出ています。ラーメン屋とかねいろいろありましたけど、食べるものだけじゃなくてね、金魚すくいとかアクセサリーとかね、そんな店もありましたね。海に来ればね人は少ないと思ったんですけど、ちょっと想定外でしたね。なんだこの店は、ちょっとわからないですが、立ち止まってないんでね詳しくわからないんですけど、お茶のお店、それからお菓子工房って書いてますね。ここは何か子供たちが作ってますね。あと精肉店、それからここは何でしょうね、パラタコス、何パラタコスって。でパワーストーンとかって書いてますね。それからなんだこの行列は。まあ食べるもんでしょうね、ちょうど昼なんでね。
ちょっと見えないですが、みんな買ってってますね。隣もそうですね、焼きそば、かき氷とか書いてますね。はい。ああ、そうそう。あとね、こういうステージがあって、歌ってましたね。ちょっと誰かわかりませんが。はい、ということでね、こんなに人が多くいるところで昼ご飯は食べれないので、一番最初のね、右側の砂浜に戻ってこっちでご飯を食べようと思います。はい、先ほどコンビニで買ったものです。お茶ですね。おーい、お茶。それから、濃厚エスプレッソですね。それから次にこれサンドイッチですね。バッグに入れて潰れとるやんけ。まあしゃあないね。んで、ご飯もの、おむすびセットですね。そして最後におやつのクランチです。はい、今日はね、海を眺めながら昼ご飯を食べてね、少しのんびりして帰りたいというふうに思います。2,3 歳の子供を連れた親子連れもね、たくさんいて、ついこの間のようにね、20数年前を思い出してしまいますね。なんとも言えない気持ちになりましたね。